こんにちは福岡大学附属大堀高校バスケットボール部の監督をしています片峰壮太と言います今回の作品ではマッチアップゾーンに関する構築を紹介しようというふうに思います私自身昨年インターハイで優勝ししかしながらウィンターカップで 準優勝という結果で終わりました毎年選手が変わる中で私自身のバスケットというものの確率ももちろん必要なんですがその選手たちに合った選手たちがいかに伸びるかそしていかに勝利に近づけるかということを日々のテーマにしながら練習に当たっています。そうういいった意味でマッッチアップゾーンというものは ディフェンスの戦術において非常に重要になってきこれからさらに進化を遂げるディフェンスだというふうに私は捉えていますそういった私自身も挑戦しているディフェンスを今回は紹介させていただこうというふうに思います